トントン前。モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。先日の電源ユニットの交換の件、本当に皆さんお世話になりました。もう皆さんのコメントがなければね、あそこまでスムーズにこなすことはできなかったと思います。本当にありがとうございました。それでですね、その動画を編集していましたら、ちょっとあることが、暗いかな今日、そうでもないか。そう、あることがね、起こったんですよ。そう、トラブル発生です。トラブル発生。私が動画配信をして1年間の中でも1回も起きなかったことが今回起こりました。それは何かというと、メモリの不足になります。メモリ不足でございます。私は動画配信をするときに編集するソフト Adobe Premiere を使っているんですが、それね、Premiere こう立ち上げて動画編集してたのね。で、こうやって編集してたら、ここの右下あたりにメモリが不足しましたみたいな感じで、ドゥンって落ちたの。ドゥンって。もちろんオートセーブ機能もあるんだけど、オートセーブ機能が発動する1分前だったのね。だからね、だいたい9分間の編集したデータが飛んじゃったの。飛んじゃったんだよ。でね、セッションを復活しますかみたいな表示が出れば、まあ、ギリギリ修復ができるんですけど、それ今回出なかったからもうどうしようもなくて、強制終了したら治ったんですけど、そう、まあそういうことですよ。メモリ不足です。私のパソコンはメモリ不足になります。それでですね、私が今現在編集で使っているゲーミングパソコンレベルインフィニティなんですが、こちらのメモリがですね、 DDR3 の1608GB×1 計 8GB、 要するに私のパソコンのメモリは 8GB みたいです。そういうことだよね。そうでね、実際あのね、ちょっと待って、そういうことだよね。はい、ということでですね、私の今使っているパソコンのメインメモリが 8GB、 それ以上のメモリにしないといけないわけです。じゃあどうしたらいいか、皆さんこちらをご覧ください。届きました。こちらはメモリになります。こちらは 16GB のメモリになります。これ2枚入ってるから、2は16だから 8GB1 枚、 8GB1 枚ギュッてして、あ、 8GB8GB、 あー 16GB で、こちらのメモリはですね、今からちょこっとだけね、少しざっと説明した後に開封していきたいと思うんですが、まずね、メモリって何なんだよって、メモリって何だよって思いますよね。まあ皆さん、多分この動画を見てくださっている皆さんはものすごい達人の域に達している方だと思うので、おそらくまあ勉強してから買えやって思われる方がたくさんいらっしゃると思うんですが、私素人なので、素人目線でちょっとね、メモリについて知らない方もいらっしゃると思うので、私みたいなね、メモリについてお話ししていきたいと思います。まずね、メモリが足りないと何が起こるかっていうと、全部まとめて4つになります。まず1つは速度の低下でございます。メモリが足りないと速度が低下してしまいます。そして2つはアプリケーションや書類が開けない。ちょっとね、ここら辺にカンペがあるからね、ちょっとチラチラ見ながら言ってくね。そう、アプリケーションや書類が開けなくなる。このアプリケーションが開けないっていうのがものすごく痛いんですよ、私にとって。なぜかというと、今現在動画編集に使っている Adobe Premiere なんですが、こちらはメモリを大量に食うんですね、編集するのにね。だからこのアプリケーションが開けなくなってしまうということは、動画を編集できなくなってしまう恐れがあるんです。だからね、メモリ増設しなきゃまずここでいけないのよ、私は。ダメなの。そう。そうなの。そういうことなのね。はい。そして3つ目、画面表示がおかしくなる。よくありますよね。パソコンを使っている方でしたら、多分こう半年とか1年経てば、おそらく大体の人はご経験あると思うんですが、こうページ開くときにポチポチ押してると、いきなりなんか画面が白くなっちゃってさ、応答なしになっちゃったり、何を押しても応答がなくなっちゃったりするときありますよね。これです。画面表示がおかしくなる。これなんでかっていうと、画面を表示させるためにメモリの一部を使うようになってるんですって。まあ一部のパソコンはそうではないんですけど、大体のパソコンは画面を表示させるためにメモリの一部を消費するんです。だけど全部画面表示にメモリを費やしてしまうと、先ほど言った1番と2番の行動ができなくなってしまうんです。だから限られたメモリの中から何パーセントかを画面表示に費やすんです。だから物理的にメモリの上限が決まっているので、メモリが小さければ小さいほどできることが限られてしまう
ていうことなんですね。まあ不便が多くなってしまうってことです。まあ大概メモリー大順だけどね、一般の人はね。まあ私みたいに動画編集とかなんかいろいろやってる人はメモリー足りなくなっちゃうんだろうね、きっと。普通に使う分だったら問題ないんだろうけどね。はい、そして最後4つ目はフリーズです。メモリが足りなくなるとフリーズしてしまいます。これなんでフリーズしてしまうかっていうと、さっき言った、画面表示がおかしくなるの最悪なパターンです。あー動かない、バン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 ってやってるとフリーズします。でフリーズのさらに最悪なバージョンがブルースクリーンっていうものです。ブルースクリーンになるともうメモリを交換しなければいけません。でフリーズっていうのはね、多分説明しなくても分かるよね。こう、まあ、もう全然動かない、お手上げっていう感じね。ブルースクリーンっていうのはここら辺に出しておきます。私もね、まだ鳴ったことはないんですけど、こんな感じで画面がね、真っ青になっちゃうので、これはとんでもないことが起きたっていうのが分かるような感じ。あーってなっちゃうような感じ。私まだ鳴ってない、多分これから鳴るんだろうね。はい、ということでこのメモリが足りなくなるとこの4つのことが起こるよっていうやつを説明しました。そして最後にですね、メモリっていうのがこうなんかもやーんと、メモリ足りなくなるとこんなことが起こるんだっていうのが分かったと思うんですが、実際にメモリって何なのって言われるとちょっとよく分かりませんよね。だからちょっとね、調べた、素人なりに調べたの、今から言うね。はい、じゃあまずね、順番でいくからね。最初にデータを保存しておける HDD は、例えて言うなら本棚になります。で計算を行う CPU っていうのは人間で言うと脳や手足になります。そしてメモリが何かというと机になります。なので机の上にいろんな作業をさせるためにバーっとなんか机の上に置きますよね。でもその机がものすごく小さかったら、その上に乗っている作業しなければいけない書類とか、まあ、いろんなものが落っこちてしまいますよね。机から落っこちてしまうんですよ。で落っこちるとどうなるかっていうと、全体の作業のスピードが遅くなっちゃうんです。効率が悪くなっちゃうんです。なのでこの小さな机が私の今の 8GB だとします。なのでこれを 16GB プラスするとどうなるかっていうと、この机がブイーンってここまでなのかわかんないけどね、まあ、大体これぐらいまで大きくなって、机が大きくなったのでたくさんの書類、たくさんの作業をバー、あ、蜘蛛の巣あるな、あそこ蜘蛛の巣あるな。そうだからね、机の上にたくさんの書類とかいろんな作業しなければならない工程とかを置いたとしても、机が大きいからね、こうパッ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 って作業ができるようになるという、そういう感じでございます。だからね、今その机が小さいので、その机を大きくしましょうという動画になります。はい、そして長い前置きを置いてしまって申し訳ございませんでした。その机を大きくさせるのが今回開封するこちらになります。メモリね、メモリ、さっき説明した 16GB のメモリになります。いやー、喋ったね、喋った。はい、ということで早速開けていきたいと思います。いやー、最近の動画はあれだね、ガジェット系色が強いね。全然ゲームできてない。そうでね、今回買ったメモリなんですが、こちらはものすごく評判が微妙です。皆さん気をつけてください。この今から開封するメモリ、評判微妙です。なんで評判微妙なの買ったかっていうと、急いで買ったからあんまり吟味してなかった。はい、それでは開けていきますよ。バー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 。はい、これゴミですね。ほいっと。あっぱっぱっぱ。なんかものすごいほにゃほにゃしたのに入ってる。はい、それでは出していきますよ。こちらが本体になります。ダダーン。はい、こちらが評判が微妙なメモリになります。これね、会社に対してはものすごく失礼なことを言ってるんだけど、しょうがないよね。こちらはですね、セタス DCDDR3 16GB 1600円になります。これね、UMAX っていう会社なんだろうね。これ近くで見るとわかるんですけど、私の手パーするでしょ?パーしてちょうどなんですよ。これがデスクトップのメモリの大きさです。これノートパソコンだと、多分これぐらいの大きさなのかな。メモリの大きさ。これ間違えないでくださいね。デスクトップはこれぐらいの大きさで、ノートパソコンのメモリはこれぐらいの大きさになります。これ間違うとね、合わないから気をつけてね。でね、こちらの評判がなんで微妙かっていうと、こちらね、永久保証がついている割には、レビューを見てると、初期不良が何やら多いみたいで、2つ買ったうちの1つが壊れてたりとか、メモリをつけた時にブルースクリーン、さっき言ったブルースクリーンが出てしまったりとか、結構ね、問題がちょこっと目立つメモリなんですよね。で、永久保証を謳ってながらも、ちょっと保証内容がひどかったりとか、そういう話もちらほら見えたので、ぶっちゃけあんまり期待はしてないんですけど、
まあ、なぜかこれを買ってしまったんです。で、こちらはですね、パソコン工房の通販サイトで購入しまして、値段がね、12,880円、税抜きだからね、これ税込みだと、13,000〜14,000円ぐらい。で、先ほどこれの説明書きをちょっと確認しようと思って、パソコン工房さんの通販サイトにログインしましたら、こちら完売しておりました。ちょっとね、なんか反射して見にくいよね。開けちゃおっかな。開けないでいっか。静電気パチってなったら終わりだもんね。基板だから。とりあえずじゃあごめんね。ちょっとピカピカしちゃうけど。このまま喋ります。そう。で、私がなぜこれを買ったかというと、間違えて買いました。お前勉強してから買えや。間違って買っちゃった。これなんで間違って買ったかっていうと、まあ、とりあえずこれカゴに入れるじゃないですか。で、購入する手続きを終えた後に、ちょっとメモリのことを調べたんですね、パソコンで。メモリのブランドとかメーカーとか、相性とか、いろいろパソコンで調べたら、ひょっとしたらこれじゃない方がいいかもしれないねってことで、これをキャンセルしようと思ったの。パソコン工房さんの通販サイトでね。これをキャンセルして別のメモリを買おうかなってことにしたので、いざキャンセルしようと思ったら、パソコン工房さんの通販サイトって確定したらキャンセルできないんですね。そう、それ規約にね書いてあったんですよ。だからキャンセルできないから当然届きますよね。で、もう一つメモリ買うのもちょっともったいないので、まあせっかくなんでこれつけてみようかなっていう流れでございます。はい。だからね、パソコン工房の通販サイトでご購入される方はキャンセルできないので、しっかり考えてから確定してくださいね。 Amazon とか確定したとしてもキャンセルできますから、まあ、よく考えてからカゴに入れて確定すればいい話なんですけど、まあ私なんでちょっと一本抜けてるんですよね、頭のネジが。で、わーってやって、いいよ後でキャンセルすればって思ってたらキャンセルできなかった、そういう話ね。はい、ということで今回ご紹介したのはセタス DCDDR3 16GB1600 のメモリでございました。だから次回はね、分解してちょっと相性がいいかどうか試してみたいと思います。本当に次回パソコンぶっ壊れたらごめんね。はい、ということで今回もご視聴いただいてありがとうございました。あー